松戸市立総合医療センターは、千葉県松戸市にある医療機関、救命救急センター、臨床研修指定病院、千葉県災害拠点病院に指定されている。通称は、松戸市立病院、中華人民共和国国流行省ハルビン医科大学、第一臨床医学院と姉妹病院の提携をしている。2017年12月27日に、 国保松戸市立病院を移転し解消、会員した、東葛北部地域における中核病院である、第二週間選奨指定医療機関に指定されている。松戸市には、市立の医療機関として、松戸市立福祉医療センター東松戸病院もあり、連携した医療を行っている。1995年の阪神、淡路大震災の後、現病院の耐震性に問題があると判明し、 加えて、施設の老朽化も進んでいたことから、建て替えが計画され、以来10年以上にわたって、用地の選定などの議論が続けられた。2008年12月に、当時の河合敏久市長が、東松戸駅前への新病院移転構想を表明した。2013年春の会員を目指しての計画を公表した。 市が提案した新病院施設整備にかかる出資金の中の建設工事費が約156億円かかることについて市民、市議会の中にも推進派と反対派が対立し具体的な解決の糸口が見当たらないまま2010年6月13日に市長選挙が行われ現地建て替えを主張した本郷や県事が河合を破って当選したためこの移転計画は棚上げとなった 本里藤や新市長は建て替え計画検討委員会を設置し、現地建て替えの可否を検証することとなった。ところが、市が業務委託したコンサルタント会社から示されたコスト資産は、後期6年3ヶ月、事業費約173億円、また工事期間中の研修が約32から62億円にも及ぶという厳しい内容であった。 2011年3月28日、検討委員会は、現地建て替えは、現実の問題として、非常に困難であると結論付け、移転建て替えへの道を探るべきとの提言を出した。これを受けて市は6月30日に、新病院整備構想案を8案提示。内容的には、過去10年以上にわたって議論されてきた案の、再提示であり、事実上議論は振り出しに戻った。 9月15日には本里屋市長が現地建て替えの断念を正式に表明した。2012年9月11日、松戸市は市議会定例会に仙田堀地区への建て替えを目指す補正予算案を追加提案した。この時の提案理由説明で本里屋市長は公約通り実現できなかったことを謝罪した。新病院の基本設計委託費約7、900万円及び 新病院周辺道路整備の設計委託費、約1、600万円を計上したこの補正予算案は、9月18日に、私立病院建設検討特別委員会において、全会一致で可決され、10月1日の本会議で、可決、成立の見通しとなった。ありがとうございます。